お久しぶりです。いやいや、そうですか。いや、入りましたね、それは。え、ちょ、あ、ちょ、あ、どうもどうも、まあ、そんなわけで、また一つ、はい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 、どうちゅうこと、ごきげんよう。お待たせしました。いらっしゃいませ。お久しぶりです。今回もアンケートよろしいですか？さっきのは何だったんですか？ではここで問題です。あ、違います、質問ですね。はい。昔憧れていた、または今憧れている職業は？職業？いやいや、将来の夢っていいですよね。そうですね。憧れの職業を教えてもらえますか？職業か。声優。これ本当になりたかった職業なんですよ。声優です。はい、どうも。なるほどね。そうなんですよ。それじゃあ、お客さんに喜んでもらえそうな絵本探しておきますね。お願いします。あ、奥にいるのでよかったら読んでください。はい。みなさん、こんにちは。ユリアと申します。それでは私の絵本続きからやっていきましょう。まあ、大丈夫ですか？気をつけてください。失礼。ちょっと待っててくださいね。はい。もしかして嫌なことでもありました？ああ、はい、ちょっと、私の気のせいならいいんですけど。あ、そうそう、お客さんのためにこんなお話を用意してみました。どれどれ。幸せ、作ユリア。幸せか。お、トロ。一日終わっていつものヨークシンシティ商店ソウルソサイティ場所、羽ばたき学園。羽ばたき学園にある酒屋で学園に酒屋。水、生中、酒、酒だ。酒屋で酒をカーッと飲み干す時が、うん、いいね。幸せ。酒屋の酒を飲み干すより空気の綺麗なソウルソサイティグランドライン踏ん張り温泉、うん、どれも綺麗だと思うけど、きらめき高校かな。これはときめきメモリアルの1と4の舞台だそうです。空気の綺麗なきらめき高校の山、川、海、うん、海かな。おお、海に行きゆったりとゲーム実況、エゴサーチ、グリードアイランド。海と言ったらバーベキューかな。海に行きゆったりとバーベキューをするのがもっと、うん、おっしゃった、幸せ。きらめき高校の海でバーベキューするよりグランドライン踏ん張り温泉氷底、また場所か。羽ヶ崎学園、これはときめきメモリアルガールズサイドセカンドキスの舞台だそうです。なんでセカンドになってどこかにありそうな地名の学園名になったんだろう。羽ヶ崎学園でのの、かなの、おとなしさん、しずかちゃん、女性。いや、しずかちゃんは評定生だよ。おとなしさんは主婦だし、女性はおばあちゃんだし、羽ヶ崎学園にいる人知らないんだよな。ハムコ、これはですね、
ペルソナ3が発売前の画像で主人公の名前が主人コウコであったため、コウコの名前を取ってハムコって名付けられたらしいので、ここで使用していきます。羽ヶ崎学園のオンチなハムコの犬のおまわりさん、ねんねんころりかごめかごめ。ハムコってオンチだったのか。ソウルフレーズ歌え。オンチなハムコのソウルフレーズを一日中聞かされる方が、もっともっと、また押しちゃった。しあわせじゃないにゃ。いいじゃん。これはあんまり幸せじゃないのにゃ。いいじゃん、ソウルフレーズいいよ。舞台とってもかっこよかったよ。大好きな、大好きな、トロの大好きな人。大好きな人か。いない、アリサがいない。しかも男しかいない。トロの大好きな、いない、どうしよう。トロの大好きな、あなただ。おお、大好きなジャントニオと一緒に。なんか横向くと不自然だな。羽ヶ崎学園もう出てきたわ。ヨークシンシティ見るもの里。筋肉性かな。ジャントニオと一緒に筋肉性の風景を眺めながら。これが筋肉性か。酒を飲むのが、それが一番の幸せと、そんなことを考えながら酒屋の酒をもう一口。やっぱこれはこれで、ささやかだけど幸せ。酒おかわりなのにゃ。いいね、こういうの。おしまい。幸せか。最近幸せなこと、何もないことが幸せなのかな。もう一作作ろう。あ、大丈夫ですか。気をつけてください、本当に。失礼。ちょっと待っててくださいね。はい。いや、熱心ですね。結構結構。その熱意にお答えしまして、こんなお話用意してみたんですけど。どれどれ？日陰、作ユリア。日陰？お、リッキー。ある天気のいい日、リッキーは電信柱、ポスト、バス停、絵にもあったから電信柱にするか。リッキーは電信柱の陰に、陰にいる人？そうだな、なかなか登場させてない人。そうだなあ、あんみつかな。影にあんみつがいるのを見つけました。不自然だな。どうしたですか。私はここで待ってる人。いるかな。いない。あ、いた。あなた。私はここで団子が来るのを待っているんです。裸で？団子は、食べ物？こ
食べながら待ってるとか、これを食べてから来るっていうやつかな。細いからな、栄養つけるためにとんかつかな。名前神カツ。いや、こういう商品が本当にあるんですよ。団子は神カツの配達の帰りにここをよく通ります。しかし今日はまだ通りがかっていないようです。今日はお休みなんじゃない？団子ならリッキーが探してくるだす。本当？ありがとう。それと団子の望みを聞いてきてもらえませんか？望み？そうだすね、リッキーは。これリッキーの望みになってるよ。そうだな、リッキーの望みか。そうだな、どうしよっかな、いっぱいあるな。団子かな。リッキーは団子が食べたいんだなっす。あなたのことは聞いてないのですが。そうだよね。そしてリッキーは団子を探しに出かけました。いた。あ、リッキー、こんなところでどうしたの？団子はちょうど神カツを届けているところでした。リッキーは団子に望みを聞いてみました。私の望みはね、キュートな、人？キュートな、そうだな、ここにあんみつがいないっていうのも。でも女性出したらなんか嫉妬に狂いそうな気がするし、男にするか。じゃ、キュートなサルバトーレ。キュートなサルバトーレに、と。とってやったらなんか一緒になりそうだし、にするか。サルバトーレに、まだ？おまじない、応援、肩叩き、すること？親孝行。もうこの世界の家族関係が分かんなくなってきた。サルバトーレに親孝行してもらうことかな。ここでちょっと待ってるだす。リッキーパンクしちゃうよこんなんじゃ。リッキーは急いで電信柱に戻りました。まだいる？いた。電信柱に戻るとリッキーはあんみつに団子の望みを教えてあげました。ありがとう、リッキー。あんみつはそう言うと電信柱の影の中に入って。お呼び出ない、なにこれ。ちょっとだけよ、ダメだこりゃ。ギャグ？まだまだだね、かな。電信柱の影の中に入って、まだまだだね、と唱えました。どういうこと？すると、あんみつは、サルバトーレの姿に変身しました。まだバナだねって変身ができるの？すごいケロ。リッキーが驚くと、サルバトーレに変身したあんみつは自分の正体について語り始めました。私、本当は、何これ、動物？何、なんかよくわかんない生物ばっかりいるんだけど。じゃあこれ何？これの名前？元がわかんないのにどう名付けたらいいの？もうわかんないから鳥もどきで。しかも大きいし。私、本当は鳥もどきなんです。日食の日に電信柱にできる影に入ると人間の姿になれるんです。
よりによってこの姿？鳥もどきは2年前に。うん？飼ってた人かな？そうだな、こういうのが好きな人。どうしよっかな。中島勝夫かな。しかも大きいよ。2年前に中島勝夫にラップバトル意地悪嫉妬すること？チキンレースかな。中島勝夫にチキンレースされているところを、お団子に助けてもらったのです。頭どうなってんの？髪どうなってんの？それで何か恩返しがしたいと思ったのです。鶴の恩返し的な。そうして鳥もどきは団子のところに飛んでいきました。これはいわゆる愛ラブだなっす。次の日、リッキーが電信柱に行ってみると、鳥もどきの姿は見当たらなく、そこにはリッキーの大好きな団子が置いてありました。地面に刺さってる。おお、鳥もどきは気が利いているだす。リッキー食べるの？おしまい。結局あの動物何だったの？今度わからないもん出てきたら全部なんとかもどきにしちゃうよ。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。